こんにちは。横浜市鶴見区長友接骨院です。今日はハムストリングというももの後ろ側の筋肉を痛めてしまった、肉離れしてしまったという場合について、リハビリ方法をお伝えしていきたいと思います。まずハムストリングの肉離れを起こしてしまった場合は、しっかりと医療機関を受診してください。またチームにトレーナーの方やチームドクターの方がいる場合はしっかりとそちらの方々に相談をしていただいてリハビリを進めていただくと良いと思います。今回の動画をご覧になっている方はそういった身近に相談できる方がいないという方が多いのではないでしょうか。今回はそのような方向けにリハビリプログラムの一例をご紹介しています。ハムストリングの肉離れと、一言で言っても痛め方ですとか、場所によってなかなか治りづらいものもあります。なので、全ての方に、同じようにメニューが進められるわけではありませんので、その点ご承知ください。肉離れに限らずですが、お怪我をした後だいたい3日から1週間ぐらいっていうのは炎症があって非常に痛みが強い時期になります。この時期はあまり無理をしてスポーツをしたりトレーニングをしない方が良い時期になりますので、その時期が終わって日常生活ぐらいでしたらば少しできるようになってきた段階から、その先のリハビリプログラムですね、競技復帰に向けてのトレーニングメニューをご紹介していきたいと思います。ではここからは具体的な例を挙げて説明していきます。まずハムストリングの肉離れに限りませんが、肉離れ、スポーツ選手の肉離れの治療にはいくつかのポイントがあります。一つは段階的に負荷をかけてトレーニングをしていくことになります。一つ目は競技の復帰、もしくは本格的な練習に参加する前にその競技で考える一番強い負荷をしっかりとかけて問題がないかを確認してから復帰していただくということになります。その部分が確認できていないのに復帰してしまうとまた痛くなってしまったりすることが多いので気をつけていきましょう。でハムストリング、このももの後ろ側ですね、いろんなところが、ももの後ろといっても結構範囲が広いですけれども、この、付け根のあたりだったりだとか、この、膝に近い方、いろんな部位を痛める可能性があります。で一番最初はまずその膝、右足を痛めていると仮定したら、ここからこういうふうにまず曲げる動作を行います。で曲げて伸ばしてというこういう動きで痛くないかを確認していきます。この時に、痛みがあるような時っていうのはまだ炎症がある可能性がありますので、負荷をかけたトレーニングとかを行うにはちょっとまだ早い状態になります。曲げた時には筋肉が収縮しまして、こう伸ばした時には筋肉がストレッチされます。こういった時の痛みを、確認していきます。次に今度は上向きになった状態で足を曲げ伸ばししていきます。最初は膝を曲げた状態でこのようにこう股関節をこう曲げ伸ばしする動きですね。左足でしたらこういった形で、徐々に膝を少し伸ばした状態で行っていただいたりすると、少しこうハムストリングに対するストレッチが強くなってきますので、こういった状態で痛みが出ないかを確認します。この時期は、普通に歩行することもいいトレーニングになります。このように通常のように歩行をしていただきます。歩行の中でハムストリングに負担がかかる、シーンというのは、足をこういうふうにこう前に、右足でしたら足をこのように前にこう出すとき、この時にちょっとこうハムストリングが伸ばされます。でこれで痛みが出ないかどうかを確認していただくのプラス、あと人によってはその後、前に出してこの蹴り出しの時ですね、この後ろにこう足を持ってくる時にもハムストリングがぐっとこう収縮することで痛くなるケースがありますので、そういった部分で痛みがないかを、しっかりと確認していただきます。あまり痛みが強いような時はまだあまり無理をして、しない方がいいです。リハビリの中でトレーニングですとかそのストレッチを行っているその最中に若干の違和感とか痛みがあるっていうのはある程度仕方ない部分があります。ですがリハビリを終わった後、余計に痛みが強くなっていたりですとか翌日まで痛みが続くと、そういった、負荷というのはちょっと強すぎますので、そのような痛みがある場合、違和感が強い場合は負荷を下げて、無理をしないで、翌日は負荷を下げて行うようにしてください。
こういったあの階段ですね、ここにちょっと段を置いて、ここに椅子ですね、椅子のこういったこう階段をちょっと模して、段を置いていますが、こういったところにこう上り下りするような運動などもしていただくと良いかと思います。こう右足でしたらばこう段の上に足を上げて、ここから体をこう持ち上げる、この瞬間にこのハムストリングに、負担がかかります。で持ち上げて、さらにこうグッとこうで、降りていただいたりですとか、あとはあの、階段を降りるときですね、こういうときに痛みが出ないかどうかも確認していきます。どちらかというと上り階段の方がハムストリングに対する負担は、強いと思いますので、その点を、しっかり確認していただくと良いかと思います。こういったあの1段の階段が問題がなければ、あのちょっと高めの段にこうこのように登っていただいたりします。この時も右足を前に乗せて上がる時に負担がかかります。でそれでこの後こう右足から降りてみたり、今と逆ですね、左足を前にして上げて、今度また左足から降りていただいたりと、あのいろいろなパターンでどういった時に痛みが出るのかというのを、よく確認しながら行うと良いかと思います。先ほどの、ステップで、痛みが出ないと、で何日かやっていただいて問題がなければ次のステップに、移行していきます。次の段階では、少しずつ筋肉に負荷をかけて、いわゆる筋力トレーニング的な、動きを少しずつ入れていきます。いろいろなやり方がありますが、まず一人でできる行い方を、2つご紹介したいと思います。まず一番負荷が軽いのがこのようにうつ伏せに寝ていただきます。この状態から、膝は伸ばしたままですね、膝伸ばしたままこのようにこう、右足が痛んでいると定して、このようにこう足を上に上げていただきます。あんまり高く上げる必要はなくて、大体20センチぐらいとかそれぐらい上げていただければ結構です。この上げた状態で大体10秒ぐらいキープします。1、2、3、4、5、そうするとこのハムストリングに、結構負担がかかってだんだんちょっと疲れてくると思います。で10秒ですね、落として今度左側でいきます。このような感じ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。慣れていない方が行うとこれだけでつってしまったりすることがありますが、そういった場合はあまり無理をしないようにしてください。このように行っていただくだけでも股関節を後ろに持っていくことでハムストリングを鍛えることができます。今は何もこう重りなどはつけていませんが、例えば何かあの足首にこう巻きつけるタイプの重りをお持ちの方などは、そういったものを置いていただいても良いかと思います。次にヒップリフトという種目を行っていきます。仰向けになっていただいて、この状態で膝を曲げます。だいたい膝の角度としては90度よりちょっとこう深く曲げているぐらいですね。両足を揃えていただいて、この状態から上にぐっと持ち上げていきます。でこの肩のところとこう膝までが一直線になるようにしていただきます。手の位置はだいたいお腹の上ぐらい、この状態で、キープするとこの、お尻とハムストリング、もしくはそのこの背中のあたりの筋肉を全体的に使うことができます。10秒ぐらいキープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、戻します。でこの膝の角度が今だいたいこう横から見ると90度前後ぐらいだと思うんですけども、これぐらいだと、刺激としてハムストリングへの刺激としてはかなりマイルドな形になります。で負荷を強めたければ、ちょっとずつこの足を向こう側に持っていきます。で5センチぐらい向こうに持っていきます。これぐらい持っていくだけでも結構ハムストリングに対する負荷が上がりますので、次にこの状態で行います。では先ほどと同じポイントですね。膝から肩までが一直線になるようにしていただいて、なるべく行っているときはお腹周りとかお尻にもしっかり力を入れた方がいいと思います。さっきよりちょっとこのハムストリングに対する刺激が強いのを感じます。では10秒かかります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。こういった形で
お時間に合わせて3セットから5セットぐらい行っていただくととても良いトレーニングになります。今回さらにちょっと向こうに持っていって行いたいと思います。横から見ると結構こう角度がついてると角度が浅くなっていると思います。これぐらい向こうに持っていくと結構このハムストリングに刺激が入ります。ではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、行っていて痛みが出るときは決して無理をなさらず段階を一つ前に戻していただいて行うと良いかと思います。このような形で少しずつ筋肉に刺激を入れていきます。またこの時期には少しずつ外でのウォーキングから早歩き、そして軽めのジョギングなども開始していただくと良いかと思います。では次の段階では先ほどのヒップリフトという種目の負荷を上げて行っていきたいと思います。先ほどヒップリフトをこのように行いましたけれども、今度はこれを片足で行っていただくようにします。右足が痛んでいるということで右足で行います。まず両足でこうやっていただいた状態からここから左足をですね上げていただきます。バランスを取る意味で痛めてない方も同時にしっかり行っていただくようにした方がいいです。ではこの状態で10秒ございます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で片足を上げるとどうしてもお尻がこういうふうにこう斜めに下がってきてしまったりしがちですけれども、これをなんとかですねこのハムストリングの力もそうですし、この体幹部分全体でしっかりグッと押さえ込んでいただいて、キープするようにします。痛みが強いときは決して無理をしないようにしてください。今度は左側でいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。慣れていない方が行うと、比較的こう刺激が強いので釣ってしまうケースがあります。釣りその時はもうすぐにやめてください。今、これぐらいの角度で行いましたので、今度は、ちょっとこれで慣れていただいたら少し角度をですねまた先ほどと同じように浅めにします。でこの状態でまず両足でポジションを作っていただいてから左足を上げます。これぐらいまで来るとかなり強い負荷がハムストリングにかかります。2、3、4、5、6、7、8、9、10。このまま続けます。インで治療していると以前ハムストリングの肉離れをしたことのある選手というのはこういった動きが非常に苦手ですぐに釣ってしまったりする傾向があります。ですのでこういったトレーニングをですね少しずつ行ってちょっとずつ慣らしていくことが必要だと思います。戻します。で結構こう刺激の強いトレーニングですので行っていただいた後は次のセットに行くまでにちょっとこういうふうにこう軽めにストレッチをですね入れてあげるといいと思います。足膝を軽めに曲げた状態でこちらにこう持ってくるとハムストリングが伸びますので、こういった形で10秒ぐらい伸ばしていただく方法でもいいですし、ここでこういうふうにこう足をバタバタするようにしていただくだけでもここに溜まった疲労物質が流れていってくれて次のセットでスムーズにトレーニングできると思います。では最後に一番向こうまで持っているですねこれぐらいの角度で行いたいと思います。ここからこのように1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。このトレーニングのいいところはハムストリングだけではなくてお尻ですとか背中の筋肉も同時にそういった筋肉との連動性も同時に鍛えることができるので非常にスポーツなどに役立ちやすいと思います。
こういったトレーニングが問題なくできるようになってきましたら、外でのジョギングも少しずつスピードを上げて、ちょっと早めのランニングを行っていただいたりすると良いかと思います。ですがまだ全力疾走などは少し早いと思いますので、ランニングぐらいまでにですね、控えておいた方が良いと思います。この時期は少し動きをつけたようなトレーニング、筋力トレーニングも行っていくと良いと思います。先ほどまでご紹介したトレーニングは全部ハムストリングに負荷はかかっているんですが、関節の動きはピタッと止まっている状態で行っていました。スポーツの動作は全て動かしながら、行うことが求められますので、そういった動作もちょっとずつ行っていきます。スポーツジムに行くとハムストリングを鍛える、マシンでレッグカールというマシンがありますが、そういったものでも結構ですし、ただこの当院にはそのレッグカールのマシンはありませんので、違う方法で行いたいと思います。このように立っていただいてグッドモーニングエクササイズというお辞儀をするような、トレーニング方法があります。肩幅ぐらいに足を開いて、この状態で最初は胸の前で手を振ります。胸張った状態でお尻を後ろに突き出すようにして、このようにこう足はあまり曲げないでこうお辞儀をしてまた戻す。これの繰り返しを行うことでハムストリングを鍛えることができます。今3回目、全部で10回いきます。2、4、5。背中がこういうふうに丸まらないようにですね、しっかりと胸を張った状態でお尻を後ろに突き出すように行います。このように行います。よくある間違いとしては、膝がこういうふうに曲がってしまうとスクワットといって、このこっち側の筋肉のトレーニングになってしまいますので、膝は、ちょっと、伸ばした状態かちょっと曲げるぐらいで、この状態でも固定をしていただいて、股関節だけ前に曲げて、また戻す。でこの時にハムストリングで、体を起こすっていうイメージで行っていただくと良いかと思います。今のが問題なく行えるようでしたら、今度は片足で行っていただきたいと思います。片足立ちになっていただいて、こういうふうにぐーっと1、2。片足だとちょっと体幹トレーニング的な面も入ってきますので、そういったスポーツパフォーマンスには非常にいい影響があると思います。4、5、6。ではここからはグッドモーニングエクササイズの負荷をさらに上げていきたいと思います。このようなダンベルを使用してシングルで行っていきたいと思います。ポイントは今までと一緒なのですが、片足の状態で胸を張って腰を丸めないようにですね、この状態からグッとお尻を後ろに突き出すようにして柔軟性によって、あまり硬い方はここまで来れないかもしれませんが、なるべくとにかく胸を張った状態で下に行けるところまで行って、ハムストリングがこう伸びている感覚をですね、つかみながら行ってください。こういった状態で行います。ちょっとこう5回ほど行います。1、2、3、4、5。実際のリハビリでは5回とかではなくて10回とかで3セット4セットと行っていただくといいかと思います。今度は左足でいきます。1、2、3、4、5。このように行います。ではここからはヒップリフトの強度を高めていきたいと思います。片足で慣れてきたら、今度はこういったバランスディスクのようなものを使って行っていただくと、かなり強い刺激を得ることができます。行い方はこの辺りに置いていただいて、この上に足を乗せます。
でこの状態でこうヒップリフトをしていただいて、さらにこうシングルにします。こうしますと、しっかりとこうバランスディスクを押さえつける動作が入りますので、かなりハムストリングに強い刺激が入ります。慣れていない方ですとちょっとつってしまったりする可能性が強いので、しっかりと段階的にですねやっていただくようにすると良いと思います。反対側ですとこういう形になります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あともう一回いきます。お尻がこういうふうに下がりすぎたり、体が斜めになったりしないように体幹部分の力をしっかり使って行うようにします。さらに強度を強めるには、このバランスディスクを向こうの方に置いていただいて、先ほどまでと同じで角度をどんどん浅くしていくようにします。かなり強い負荷になります。ではここから参ります。せーの、ここからですね、こういうふうにします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、反対側いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、このように行います。今回こちらのバランスディスクで行いましたけれども、バランスディスクがない場合はこういった柔らかいボールですね、こういったものを使っても良いかと思います。ボールの場合はさらにこう不安定になりますので、ちょっと気をつけながら行います。ここからこういった形ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、結構きついです。では反対にいきます。1、ちょっとバランスを崩してしまいました。反対もいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。私は以前左のハムストリングの肉離れをしたことがあるので、今もこういったトレーニングをすると右は楽なんですが、左はちょっとこう、負担が強い感じがします。しっかりとトレーニングしていきたいと思います。こういったトレーニングはハムストリングの、トレーニングとしてはかなり強度の強いものになります。で、これぐらいできるようになってきたら、外での、ランニングの強度もですね、それなりに速いものにしていっていただいて、徐々にダッシュ、全力のスプリントという形に、段階的に進めていっていただくと良いかと思います。いかがでしたでしょうか。当院ではこのような形で、リハビリプログラムを、進めております。今後もこのような形で動画配信をして、お体にまつわる情報を更新していきたいと思っております。ぜひご覧ください。動画の他にもブログやツイッター、ホームページなどで随時情報を更新しておりますので、そちらの方もぜひご覧ください。施術に関してのご相談は直接接骨院の方によろしくお願いいたします。では本日もご覧いただきましてありがとうございました。